ここはね、筋だって、筋。筋がね、折れた。パキッて折れちゃった。折れちゃったの？大変だよ。筋。筋が折れたの？大きい筋がね、バキーンって折れた。ね、筋がね。筋がね。折れ！軽くしてね、ピックピン。ゆずの登録です。また怪我したの？泣くよ。なんで怪我したの？だって、椅子からガクンってなっちゃった。そうだよね。そしたら痛くなったの？うん。病院行った？行ったよ。なんて言われた？ここはね、筋だって、筋。筋。筋。そうそう。筋がね、なんだっけ、外れちゃったんだっけ。筋が散らっちゃったんだっけ。でね、キュッてやってくれたんだよね。筋がね、折れた。折れちゃったの？ガクンってやったら折れるってことだよ。そうなの？じゃあ気をつけないと。まだ痛い？ああ、まだ痛いかもね。痛い？ちょっと見ていい？赤くなってない。見れるの？赤くなってないから。大丈夫そう？うん。よし、じゃあ今日の夜はこれしてね。明日また朝撮ろうね。いい？むくん休んだんでしょ？うん。病院から休んだの？いっぱいだね。うん。明日行けそう？行けそうかもね。うん。そう。よかったね。まあ無理しないでよ、ゆずちゃん。でもプール入れないか。入れないよ。やめとく？うん、やめとく。プール。見学でいいじゃん。見学にする？うん。うん、友達に何したのって言われるね。ゆずちゃん何したのそれ。くんとかこれ何って思っちゃうよね。うん。私してた方がいいかもね。でもお休みしたいな。じゃあプールはお休みにするか。じゃあ保育園は？保育園はどこ行けそう？行けない。いけないわ。ご飯出るんでしょ。いけないわ。いけない？うん。ゆずの好きなご飯出るかもしれない。出ない、出ない。おかずばっかりなんだ。いいじゃん。え、おかずばっかりだとご飯ばっかりがいいのにな。うん、ご飯もじゃあ 山盛りしてあげるよ。山盛り持ってて。え、こんぐらい持ってて。うん、いいよ、じゃあこのぐらい持ってくね。スレスレまで。スレスレまで入れろって。ってこと？パンパンに詰めろってこと？オッケーオッケー。いいよ。重たいぐらい。重たいぐらい？いいよ。じゃあ、そうしよう。いっぱいいっぱいいっぱい入れて。いいよ。え、なに？なに？なに撮ってんの？痛そうだなと思って。いや、もう一回撮って。いい？何撮ってんの？包帯。包帯。よく怪我するね。前怪我したのもそっち？前どっち？怪我した。あ、こっち。今度はそっちになったの。前もこっちだったっけ？こっち、こっちだったっけ？こっちがね、こっちがね。パキッて折れちゃった。折れちゃったの？大変じゃん。筋が折れたの。筋が折れたのか。すごい痛そうだね、じゃあね。バキバキバキって折れた。大変だよ。バキーンって折れた。それは大変だよ。大きい筋がね、バキーンって折れた。あ、そう。頭にも、顔にも筋あるんだよ。そうなの？うん。じゃあ折れないように気をつけないと。首も筋ある。うん、全部ある。そうだね。みんなね、あちこち痛い痛いって言ってたね、みんなね。うん。膝が痛い、腰が痛いって言ってたね。うん。大変だね。うん。
あのね、おばあちゃんと、おばあちゃんとで、やるときはね、あの、おじいさんがね、一人いてね、大丈夫そう？あの、おじいさんがね、一人いてね、大丈夫そう？腰がね、痛いだって。あ、そうなんだ。もう治ったの？まだ。すごい使ってるじゃん。こんなってた。気をつけてね、また。あの、痛くなるから。あのね、おじいさんがね、後ろ怪我したって。あ、ここ？うん。じゃあここの筋が折れちゃったのかもしれない。こうやってなってたよ。あ、なってた。こうなってた。ほんと？わ、すごい痛いんだね、じゃあね。こうなってた。あ、大変だ。歩けなくなっちゃうんだよ。うん、大変だよ。あの、足怪我した人もいたね。いたね。痛そうだったね。うん。バキって折れたからもね。だよね。筋がね。筋がね。折れゆうちゃん、大事にしてくださいって言ってたから大事にしてね。バキってなった。そう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 。こうなるとね、筋がスーってなるんだ。はい。